もう沖縄ってもう昔からそういう不思議なお話だったりとかっていうのが、はい、ばあちゃんに聞かされただけでも結構あったんですよね。沖縄って外でご飯を食べたりするときに、サンゴアっていう、ちっちゃいお守りを作るの。お箸の袋とかを、尺みたいな形の、折り方をして、それを、お弁当の上とかに置いといて何かから守るんです、でこれ何から守ってるのっていうと、ヤナムンとかマジムンっていう方言で言うんですけど、これ魔物って意味なんですよ。当たり前に今でも、その魔物から食べ物だったりとか自分の家だったりとかを守るっていう習慣があるんですよ、沖縄って幽霊も多いけど、それこそそういう魔物というか妖怪みたいなもの、僕は見たことはないんですけど、その妖怪みたいなものも結構いるって信じられてるというか、京塚っていう地区があるんですよ。塔が立ってるんですよ、石の塔が、金剛峡って書かれてる石がドーンと古いやつがあるんですよ、昔住職の、もう偉い人が、そこにいっぱいの魔物がいたから、その魔物を全部まとめて、土の中に埋めたんですって、封印して、そこに金剛峡って書いてある石を1個、一緒に埋めて、その上からまた土をかぶせて、その上に大きな石で金剛石をドンと置いて、これで封印したという話を聞いたんですよ、沖縄っていうのは魔物とか妖怪から身を守るっていうのってこんな時代からあったんだ、調べていくじゃないですか、沖縄の過眠中の方、僕に、ちょろっと話をしたさせてもらった時に、世間では2025とか結構いろいろ言われてますけど、僕2026の方が怖いんですよって言うんですよ、なんでですか、少なからず、そういう大きい地震があった時、沖縄っていうのは本当に台風は多いんですけど、地震ってほぼないんですよ。僕が住んでた、沖縄に住んでた30年ぐらい、29年の間、地震だって思った時って1回ぐらいしかないんですよね。そうなんですか。それぐらい地震が起こらないんですよ、だから建物もほとんどコンクリートの建物が多くて、屋根も四角いんですよ。それも台風から災害を防ぐためにまっすぐな建物にしてるんです、箱型の、でもこれって地震にめちゃくちゃ弱いんです。耐震には弱くて、沖縄の建物が結構崩れるかもしれないから、その後2026年になった時に沖縄の人たちが生きていけるか僕不安なんですよねと、もう一つ理由があって、その金剛石倒れてしまったらどうなるんでしょうねみたいな話をした時に、魔物のお墓、そこからバーッと出たとしたら、今もう沖縄って橋も全部かかってますし、もう行き来する道具っていうのは昔に比べたらいっぱいあるじゃないですか、そこからいろんな妖怪とかが出てきて、いろんな悪さをしたらどうしようと思って、怖いんですよって言われた時に、ちょっと僕は沖縄県民としてゾッとしたって、別の日にロケで沖縄をいろいろ巡るみたいな、お祓いもできて、結構力の強い仮眠中の方がいたんですよ、でその方も一緒に、そのロケに参加して、何かあった時は私が助けますみたいな言われてて、でその現場である場所で僕がもうサブイボ立っちゃって、あここダメかもって思うところがあったんですよ、ロケはスタートするんで、カメラ回して、もう先輩方がね、もう一生懸命こう喋りながら前に進んでいく中、僕ら後ろからついていくじゃないですか、そしたらどん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 足が動かなくなるんですよ、いやダメだダメだと、カメラも回ってる、結構大手の番組、これはもうどんなことがあってもついていかなきゃ、吐こうが何しようがついていって根性見せなきゃと思ってる時にはもう膝ついてたんですよ。あダメだと思って動けなくなっちゃった、これはもうどうしようもないな、迷惑かけるわけにもいかないしと思って、すいませんって、僕ちょっと動けなくなっちゃったんでこのまま行ってくださいって言って、その仮眠中の方がスーって近づいてきて、僕の肩にポンと手を置いて、ヤスさん見えるって言われて、って言ったら、あそこって言って、そしたらもう拝みどころが見えるんですけど、ロケ隊がそっちに向かって行ってるんですけど、その拝み場所に3人、白装束の女性がこうやってお祈りしてるのが見えたんですよ。あれ何って言ったら、あれはね昔のノロの人たちだよと。ノロ、ノロっていう沖縄で言うと、琉球王朝に使える、ユタみたいな、その神事をする人たちのことなんですけど、ノロの人たちだよって言われて、あそうなんですかって言ったら、あの人一人に対して僕が300人いたって勝てないね、フフフって笑って、戻りましょうかって言って腕掴まれて連れてかれたんですよ。亡くなってる人に300人いたって勝てないっていう状況の中で、今生きているユタの方、ノロの人たちが、もし災害が起こってそういう魔物が放たれた時、
収められるのって不安になるじゃないですか、はい、僕もっていうのがもう一番最近怖っと思って考えてて、はいはい、本当にちょっと地震来るのだけやめてもらえないかなって本当に思ってるんですよね。うわ怖い。